はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は6年生の道徳「この胸の痛みを」についてお話をします、えー。内容項目は相互理解寛容です。はい、それではあらすじです。私とゆきとあさみは仲良し。ところが、ゆきとあさみが私を無視し始めた。私は1週間寂しい気持ちで過ごした。思い切ってあさみに話しかけたところ、ゆきがあさみに私があさみの悪口を言っている。 という嘘を伝えていたことが原因だと分かった。嘘だと分かった朝美は雪を無視しようと私に申しかけ、私も同意した。何日か経って一人ぼっちでいる雪を見た私は心が痛んだという話です。はい、この教材文にあるような話は現実によく起こりますね。まああの中間に入った男の子こういうことはまずないとは思うんですけどもね。女の子特に3人グループっていうのは難しくてどうしてもね。 えー、独り占めにしたたいいいという気持ちが働くみたいで,す、えー、で、す、えー、2人が仲良くなって1人がそのグループから弾かれるということを、まあ、私も担任時代に何度も経験しています。さあ、こういった問題の解決なんですけどもね、えー、どこかでね、やっぱり相手の過ちを 許すという気持ちがなければなかなか解決には至らないと思いますまあ、友達をね自分だけのものにしたいという気持ちはもう誰もが持つものですね、えー、特に小学生の間はそのコントロールが非常に難しいと思いますそれだけにね、えー、広い心で相手の過ちを許すという気持ち、えー、とても大事だと思いますしこの事例を通して考えさせたいと思いますまあ、ということで、えーまあ 解説で言うと相手の過ちなどに対しても自分にも同様のことがあるとして謙虚な心を広い心で受け止め適切に対処できるように指導することが大切であるとこのあたりが当たると思いますし指導にあたっては主人公の私がこれからどう行動すべきかを考えさせ相手の過ちを許す気持ちを持つことの大切さに気づかせるとこういうふうに考えて指導計画を立ててみました。 ははいそれでで授業です、えー、まず資料を読んで感想をノートに書かせたいですね。子どもたちがこの事件、どのように受け止めているのかということをまず知りたいと思います。えー、その上で、ですねこの2つの出来事はいじめですか、それともいじわるですかということを考えさせたいと思います。えー、というのは、ですね6年生ですのでね、もう一般的に言われているいじめの定義、教えるいい機会だと思うんですよね。 あちなみにいじめの定義なんですけども文部科学省はこのように示してますね当該児童生徒が一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものとこういうふうに定義してありますまあこれに当てはめれば今回の事件もいじめというふうに定義できると思いますが、まあ、ここではね断定的に言う必要はないと思いますさあここからなんですけども ゆきさんはどうして悪口を言っているという嘘をあさみさんに言ったのだと思いますかと。これはやはりね、あさみさんを独り占めしたいんだというふうに考えるべきだと思いますね。このあたり、6年生の子どもたちですからね、考えられると思います。次にね、私はどうしてゆきを無視しようという言葉に同意したのですかということなんですけれども、えっ、ー、と、これもね、結局ね、 あさみさんを失いたくないっていうことがベースにあると思いますね。えー、ここでやめようよと言って、またね、あさみさんとの関係を悪くすると自分が一人ぼっちになってしまうわけです。と考えると、ゆきさんも私もやはり同じように友達を自分のものにしたいっていう気持ちが奥底にあるわけですよね。このあたりまでね、えー、6年生の子どもたちに考えさせたいなと思いますね。えー、その上で、この問題を解決するためには、 主人公の私はどう行動するといいと思いますかというふうに考えさせてノートに書かしたいと思いますね。まあ、これはですね、この主人公の行動を考えさせることを通して先ほど言いましたように高学年ぐらいの女子になるとこ,のこういう問題よくありますからどう解決すべきかということを考えさせたいというふうに思います。 はいえー、さて、子どもたちさまざまな考えを書いてくると思うんですけども、まあ、現実的に考えれば、まず、浅見にね、えー、無視をやめようというふうに話をして、浅見の了解を得る必要がありますね、まあ、その上で、えー、雪ね、雪無視してるわけですから、ごめんなさいというような働きかけが絶対に必要とだと思います。 でさらに言えばね、どうして私が悪口が言ってるっていうふうに話したのかということをね、えー、理由を聞くということもあってもいいと思いますね。さあ、これらのことができるようには、まず前提として、私が勇気、えー、を許してあげるっていう気持ちを持つことが大切ですね。ですから、このあたりもね、この話し合いを通して考えさせたいことですね。 朝見に虫をやめようと話すために、ゆきさんはまずね、大事な心の整理が必要なんだけど、なんだか分かるかなと、こういうような話をね、持っていきたいなというふうに思います。その上でですね、グループでの友達関係を長続きさせるには、どんなことに気をつけるといいですかということを、 ノートに書かせせて発表させたいですね、まあ、本来ね、こういった疑心暗鬼にならないような環境を維持することが大事だと思うんですけどもね、どうしてもね、えーまあ、過ちというのは起,き起こりますから、そんな時にね、白い心で許してあげるっていう部分がないと、やはりグループ環境を維持するっていうのは難しいと思いますね。まあ、こんな話もね、えーまあ、授業の展開に応じて先生が話す必要もあるんじゃないかというふうに思います。 はいご視聴ありがとうございましたこの動画が役に立ったという方高評価ボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いいたします